甲府町 A バスは鳥取県日野郡甲府町で運行するコミュニティバス。自家用自動車による有償運送路線で運行は工房により決定され、日本交通系列の日野交通に委託している。かつては日野丸自動車が町内の一般路線バスを運行していたが、2009年に町内の全4小学校を1校に統合することが予定されており、 それに伴う、通学の安全性、利便性の確保、住民の通勤、通院、買い物等の生活路線の確保のため、町内のバス路線を町営バスに変更することを決定した。詳細な運行案内は、外部リンクの交付町営バス時刻表サイトを参照のこと、町営バス運行とともに中型バス3台が導入され、 甲府町が保有する既存の自家用バスと併用している。なお、町営バス運行とともに導入された中型バス3台は、ラッピングバスで1台ずつ異なっている。2009年11月1日より、宝くじ女性事業として新たに、中型バス1台が導入され、小型車両を置き換えた。この時導入された車には、甲府小学校の児童がデザインしたラッピングが、 施されている。2009年4月1日に、町内の全4小学校を統合し、旧江ノ小学校の位置に、甲府小学校を開校。甲府町営バス運行業務委託運行事業者の公募について甲府町営バス運行業務委託運行事業者決定。町営バス運行開始待ち法甲府2009年11月号、P2 から3。ありがとうございます。